マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。今月のテーマは夏休み。柴田美優です。柴田レミです。夏休みの思い出教えてください。去年は家族と家でバーベキューしました。今年の夏はどんなことがしたいですか？今年もコロナなので家で家族でバーベキューできたらいいなと思います。坂井優雅です。坂井壮雅です。夏休みの思い出、優雅くんから聞かせてください。郡上で泊まって釣りしました。壮雅くんの思い出聞かせてください。優雅たちが釣りを行ってる間、ママとお父さんで水族館に行っとった。水族館は何が楽しかったですか？魚を見たりとか楽しかったです。西野亜美です。今年の夏は何がしたいですか？コロナとかなくなったら家族みんなでプールへ行きたいです。古本雄平です。古本幸太です。今年の夏はどんなことをして過ごしたいですか？鈴鹿サーキットに行きたいです。久美智美です。住み心です。夏休みの思い出は何ですか？じいちゃんとおばあちゃんとバーベキューしたことです。おじいちゃんとおばあちゃんにメッセージをお願いします。また行くね。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回はマーサ21東館1階のパステルイタリアーナです。イチオシはマルゲリータ。たっぷりのチーズと甘みと酸味が絶妙な北海道産トマトを使用。みずみずしくジューシーなマルゲリータです。他にも数多くのテイクアウトメニューがございます。ぜひお立ち寄りください。次回の収録テーマはおじいちゃんおばあちゃん。皆さんの素敵なエピソードお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。